ベルリン国際映画祭におけるテディ賞はベルリン国際映画祭の独立賞の一つ、LGBT 役屋をテーマにした映画に与えられる。シュベルス博物館に展示されているテディ賞の像1987年、ドイツの映画監督ウィーランド・スペックとマンフレッド・ザルツゲイバーは LGBT 映画を表彰する賞を創設するため、 国際芸案ドレズビアン映画最強会と呼ばれる審査員団を結成。テディ賞を立ち上げた。1992年からベルリン国際映画祭の正式な賞と認められ、1997年からは NPO が運営している。ベルリン国際映画祭の審査員とは独立した審査員によって選ばれる。同様の賞としてベネツヤ国際映画祭のクイアシシ賞。 カンヌ国際映画祭のクヤパルムがあるが、テディ賞はそれらの20年以上前から実施されている、最も歴史ある賞である。1987年の第1回テディ賞では、最優秀長編映画賞に、ペドロ・アルモドバル監督の欲望の法則、最優秀短編映画賞にガスバン、サント監督のマイニューフレンド並びに、ファイブウェイズ・ツー・キル・ユアセルフマイニューフレンドが選出された。 2016年に開催された第66回ベルリン国際映画祭では、テディ賞創設30周年を祝うプログラムとして、LGBT 関連の古典映画30作品を集めたテディ30が上映されたの3部門があり、それぞれ最優秀作品に選ばれた映画には3000ユーロが授与される。これに加え、などの賞がある。ありがとうございます。